さあやるか。あ、やべ、終わった。よし、じゃあ2頭倒していくか。立ってその前にちょっと苗床のソウルでレベル軽く上げちゃうか。体力、スタミナ、スタミナ30までいくか。結構もう上がりきったな、30までってことは。よし、これでいこう。 OK、 じゃあニートさんのとこ行こう。まあオンスモを倒せなくなった時に一回行ったからね、地下墓地は。バオリさんはもう倒してあるから、ここまではもうさらっていっちゃおう。で、このかがり火入って、たかして、ういで、ほい。で、ここに、ドン。飲んで、ここドン。はい。よし。ほい。うお、ビビって、うお、早いな。さらに早い、車輪外部ですよ。よっしゃ。さあ、巨人墓地か。ここはちょっとな。まあ、太陽柱があるから、とりあえずこれで。あんまりちょっと隅々まで探索とかしたくないね。うん。まあ、とりあえずあそこのかがり火まで行こう。巨人墓場。おお、強い。生き返んねんだよな。よし、意外といけるか。まあ、こっちから行ってもいいけど、普通に行こう、純ルートで行って。いった、ちょっと待って、一旦飲んで。強え、やっぱ。うわダメだな、ゴリ押しはできないな、なんだかんだ言っても。まあいいや、一旦まずあそこのかがり火までは行こう。はい、あんまソウル持ってなかったよな。よいしょ、セイフ。スルーするところはスルーしよう。もうとりあえずこいつは倒そう。最初のやつはこいつは1匹しかいないから。1、2、3、 OK。 危ね、一瞬で持っていかれるな、本当に。で、ここドン。はい、パッチがいる。まずはかがり火だこ。ほい。で、ここをまあかがっちゃおう。し、そうだ、で俺ちょっとリロイさんとあれしたいんだ、戦いたいんだ。生身の状態でいこう、そのまんま。パッチさんな、よし。犬っころはな、
ちょっと本当は戦いたくないんだけど、3倍のこいつがどんだけ速いのか見てみたい。うっ、うっ、いって、おしおしおし、いいね、いた。うわー、なんだそれ、なんだ今の攻撃は。見えなかったな、マジで。一瞬で全て持っていかれたな。やっぱ、いや、ちょっとあの犬頃は強すぎるわ。やばい、パッチが怒ってる。戦いたくない。ここはもう行っちゃおう。この、いつものルートで。よいしょ。ほい。ほんで、ここもする。あれあれ。あれあれ。OK。で、ここは歩いていく。あ、いい。よし。いいね。やつが来るはず。来た。早っ。うわぁ、あぶねぇ。あぶな。HP10 か。ちなみにグラントってあれだっけ、50か、ダメだな。グラント使えてんだけどな。お、まあちょっとゆっくりいくか。 1,2 2回で倒しちゃうんだ、あの柱みたいなやつ。 1,2 OK。 一旦こっち行って、嫌な感じ。でも来ないんだったらいいや。ちょっと三人羽織たちを先に処理してみるか。塩発砲から殺される気がするな。よし、柱を利用しよう。 OK。 よしよし、見てるぞ。これなんだ、あ、白くさびしか、いらないな、これは。あれ、少なくねえか、三人羽織。まあいないんだったらいないんだよ、構わないから。よし、行こう。さあ、二都戦か。怖いな。とりあえずは、まあ、あれ持ってるから。神聖のクラブ。で、紋章の盾にした方がいいな。うん、これもう太陽柱じゃなくていい、いいよね。ここは。うん。で、ハベルは装備する必要なしと。青涙とかつけとくか。うん、よし。で、まずはここを降りたところで、奴らをとりあえず殴り殺そう、神聖クラブで。で、ニートさんは密着して倒しきる。一発クリア目指そう。よし、行くぞ。ほい、うわぁ、いやぁ、そうだ、暴毒だ。ちょっと待てー、何が起きてるのか全くわからん。よし、え、倒しきった、あ、倒してやる。逃げろ逃げろ逃げろ、行けよ、もう密着して、とにかく殴れ。これは逃げろ。よしよし、紋章の盾でいけるぞ。ほい、紋章の盾でなんとも、オッケー。これがやばい。
あ、勝てるなこれは。よし、もらった。倒しきれ。オッケー、楽勝。やったぜ。焦った最初。何が起きてるのか全く分かってなかったけど、知らないうちに骸骨たち倒してたな。適当にクラブってさ。オッケーオッケー、意外と楽勝だ。あった、よし。じゃあ一番最後のあいつ倒しに行くか。こう、まずはシフだな。シフ、前回2と倒して、残る王のソウルはあとコウだけということで、じゃあとりあえずシフを倒しに行こうか。こちら司教区から行こう。よし、ダッシュ。まずあのヒドラを倒さないといけないのか。まあでも倒せるっしょヒドラも。危ね。うわー、ちょっと。うい、ゆっくり行こう、ゆっくり。なんだかんだ言って総門盾あったらあったら便利だから、今更だけど取ろうかな。超今更だけど。うい、うわー強っ。あぶれ。ほんで危ない。ヒドラは縦構えながら、塔の回答シールド、まずはこいつは潰すか。おお、なんか強くなったな。おお、おお、なんだこれ。待って、とりあえずこいつ倒そう。ほい、倒せてんのか。なんだかんだ倒せてる。あと何本。届かん。その位置か、落ちたくないな。やだな。くそ、届かん。あいつか、とりあえずこいつ倒そう。ほい、あと1匹。うわー、こいつだるいんだよな。お、チャンス。ちくしょー、当たらん。切れた。やっちまうわ。あとちょっとだな。よっしゃよっしゃ、オッケー。お、竜の鱗か、集まってきたな竜の鱗が。騎士の兜、鉄輪装備しよう。
で DLC エリアも行くつもりなんで、ちょっとウーラシールさんあれしよう、助けとこう。いいいいいい、ここにあれいないな。プロロすればいるかな。24時間、おかしいな、10時間もやってないはずだな。ほい、うわっ、はい、少な、1、2、3、 OK。 ウーラシールさんってさ、倒しちゃいけないんだっけ、 DLC エリア行くために。 So, most great. I am, I come up with the... まあいらないけどね。 My heart felt the nice shout.了解、また今度。よし、とりあえずこれでフラグは立ったんだよな、おそらく。久しぶりにこの階段登るのを見たけど、早い早い。でどっちから行くかな。あの猫みたいなやつちょっと倒せる気しないんだけどな。うわー、やっちゃった。畜生、あれだな、キャラクターは強くなってるけど全然この速度の戦いに慣れてない。ふい、よーし。お、ウーラシールがいるね。召喚して、 I am Dusk of... It is an... I shall follow. ジェスチャー学ぶ。お、丁寧な事例。 For a very long... For my... やべ、マジ興味ねえわ話。これでいいのかな。 The sorcerer... If thou art in need, pray summon me again. 了解、またな。で、あそこ行こう。で、あの犬っころだな、犬っころ。うわっ、ちょっと待って、ゆっくり。壁沿い、よし、オッケー。これなんだっけ、勇敢な勇者のソウル、いいね。まずは一回ちょっと挑んでみよう、奴らに。こいつは強えんだよな。来るか ?2 匹同時には来てほしくないんだよな。おお、怖っ、どこ行った、見えない。うわ、倒せ倒せ、倒しきれ倒しきれ倒しきれ、ダメだ。おお、なんだ今の、たまたまだ、マグレだな。やべ、2匹来た。うわぁ、2匹はもう倒せなそう。うわ、見てから。どんだけ、どんだけ。くそ。わからん。とりあえず、回復だけしとこう。よし。いいぞ、いけてるぞ。倒せ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 、 OK、 いいよ、あと1匹だ。よし、ガードしていこう。 OK、 うそ、ちょっと待って、やばい、連打 OK、 いけるな。よっしゃ、いけるもんだな。てか強いわこのキャラが、さすがに負けないか。ほんじゃあもう行っちゃおう、チフさんのところに。
そうだな、シフさんは、まあ盾構えながら懐にローリングで飛び込んでいってみるか。言ってもタイミングは結構あれだな、一定だからね。よし行ってみよう。ほいほい、よし、いいね、いけそう。待てよ、頭についてスタミナ回復させて、ところに飛び込んだけ、オッケー、見えてる、いった、つえ、今攻撃しろ、よし、で飲んで、ところ入ってけ、うっ、ほい、いいぞ、突っ込め、なんとかいけるな、これは。全然まともに戦えてないけど、オッケー、よし、とんでもない速さの時を見せる。うわ、あぶねえ、耐えるな、しかし、うう、くそ、勝てや、うわ、負け、負けんなよ、ほい、おい、おい、おー、惜かったな、これは。うん、この状態の、まあ、さすがに遅いな。せい、せい、よっしゃ、オッケー、じゃあ小ロンド行くか。機関のコペン使っちゃおう。こっちか。よし、行こう。どうした。前に進めないのか。俺が手助けしてやろう。オッケー。ディフェンス、ディフェンス、ディフェンス。こいつは。どこ行くんだっけ？ついて行ってみよう。おい、君らどこ行くんだ？おじさんも連れてってくれ。回ってるだけかな、ここら辺。どけ！俺はもう行く。ちょっと木目の指輪が欲しくて来たんだよな。こっちだ。まずは制約を結ぼう。こっちです。へい、指輪いらねえわ、どうせあれだから1分後に捨てるから。さてと、この忍者を倒すんだが、生きて帰れるかな。生きて帰るかどうかちょっと不安なんだが、機関のコッペンセットしといて。へい！クソ強いんだけど、シーバさんが。うん！生きて帰れ！よし！来た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 ！オッケー！機関のコッペン使おう。よっしゃよっしゃよっしゃ。よかったよかったよかった。ちょっとこれやってみたくてさ、暗い木目の指輪。これめっちゃ強かったよね。装備重量2分の1でできるときは。今どんな感じだ ?84 だから、21か。ってことはこんな感じでどうだ ?OK。なんだこの速さ。何が起きてるのかよく把握できないな、これ。快適かもしんないな。ちょっとしばらくこれで行ってみよう。防御力は下がるが。よし、じゃあ小ロンド行こう、小ロンド。
よし、行くか、小ロンド。なんか前に一回来たんだよな。やばい。よし。一時の呪い使おう。あれ？当たってないだけ？よかった。やっぱ軽ロリだとさらに速いな、歩く速度が。しばらく慣れんな。おれ B まだいたな。回復はきついし、この回復。木目指は快適だけど、逆になんか追いつかないというか。やばい、ちょっと待てよ、一旦飲んで適当にしとけ。よし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 。でこいつがいて、よっしゃ。イングバロさん、こんにちは。す、水門の鍵もらっていいですか。サンキュー。特に恨みがあるわけではないんだが、なんとなく殺しておかないといけないと思う。よし、なんとかいけるな、なんとか。すげえ、なんかいつもより危ねえ。怖っ。さあ開けよう。あれいっぱい拾いたいな、草び石の塊。てかなんか軽ロリがさ、やっぱ慣れないというか怖いから、普通に木目指はやめよう。これにしよう。発見力上がる金の蛇の指輪、普通に戻そう。中ロリの方が落ち着くわ。さて、あの骸骨みたいなやつ来た。こいつ連続攻撃が怖いからな。いて。よっしゃ。頭で落としてくれよ。ここなんかあるか。ないな。ここに一匹いる。いって。攻撃力強えな。よっしゃよっしゃ。まずは左から行くか。来やがった。あ、でも2発で倒せるのは。やばい、危ねえ。うわー、なんだこれ。泥みたいなやつやっちゃった。うわ、すげえ減るな、やっぱ。倒せ倒せ。よし、怖い怖い怖い。2000ぐらいか HP。 あとここに1匹いるはず。よし来い。おお、強っ。ダークハンドいらねー。一応ここのエレベーター起動しとくか、一応ね。で、種火があるんだよな。まずは種火を回収しよう。こちら。
まあでもあれだよな、プラス11以上にしたいのはハルバードはもう決勝ハルバがあるから、だから盾だけだな、盾だけ。オッケー、とても大きな種火、あとでアンドレイとか持ってって盾をプラス15にしよう。こっちから落ちて反対、よし、ほい、オッケー。まずはちょっと鉱石のくさびしの塊が何か落ちてるだろうから、これを拾おう。来てくれ、頼む。よっしゃ、ゆっくり行こう。結構溜まってきたな。こっちに確かあるよな。よっしゃ、でこん中にもう一匹泥みたいなやつがいるんだよな。まずは一回釣るか。つい、あー2匹来た。よし、おお、ドロップがいいね。やっぱ金の蛇のやつをつけてるからか。見て、よっしゃー、これはこれもくさびしの塊か。相当手に入ったな。でここに最後の一匹と。よし、深淵行ってもいいんだけど、ちょっとこのエストビンじゃな、もう死にに行くようなもんだから一旦帰ろう。でソウルもちょっと使っちゃいますか。これまずはアンドレさんに種火を渡して、頼むわ。でハルバードはまあプラス11にしなくていいかなと思ってるんだよね。とりあえず塔のカイトシールドをプラス11にしちゃって、でそれから、あ、決勝ハルバだ。決勝ハルバをそうだな、プラス2にしよう。これでどうだ、決勝ハルバ回復したよな。よし、あと紋章の盾、でこのソウルもどうせ多分ロストするからまあ使っちゃおうかなと。ここら辺修理して、ここら辺を使ってレベルいくつまで上がる ?62 か。一応60にしとこうかなと思うんで、 DLC エリアまではね。ってことで言うと、まあ、体力30にして持久も30で止めていいだろう。あとは筋力に振るか。これで行こう。余ったのは適当に、ちょっとアルトリウスの紋章とかいらないけど買っちゃおうか。これ買って、あ、大きな矢かを。618本。オッケー。アンドレさん、今更ですけど、ジェスチャーを学んでいいですか。えいえいよ。やったぜ。後方戦に向けて、劇を飛ばしてみればいい。えいえいよ。よし、行くぞ。挑んでみるか。よし、とりあえずこうまでは敵スルーしていこう。
こう行って、ほんで、こう行ってもスルーして、大丈夫か？とりあえず入っちゃおう。OK、OK、OK。入っちまえばこっちのもんだ。そしたら出っ張り1個目、2個目、ここだな。エソビン飲んどこう。アルトリウスの契約。で、装備は、盾は紋章の盾でいいだろ。まあ、武器は、光線は炎が5のやりいいか。結晶アルバードは、DLC エリアまで取っとこう。あぶれ、今ちょっと進んじゃった。これでいいな。よし。じゃあ行きますわ。行ってきます。せい！よし！いけ！こっちだってるはずだ。おーし！ほい！ほい！ほい！右回り！ほい！お、なんとか、なんか、いける！お、なんか戦えてる気がする、普通に。どこだ？うわぁ！ちょっと待って、回復！回復！痛い痛い痛い！ほい！ 1、2！よし、1、2、えい、1、2、やべえ、もう来た。おお、もうね、あれ、いけるかもしんない、これ、普通に。痛い。うわあ回復しよう、とりあえず。へい、へい。危ねえ。まあ、4人揃わなきゃ大丈夫だろう。と思ってるんだが。えい倒せ、よし、いやもうラスト1匹じゃねえか、勝てるな。よし、相手はこいつか。1、2、はい、1、2、はい、終わりだ。あはははははは。 OK、 意外といけますね。よし、てかまあこの武器が強いっすわ。じゃあ DLC エリア行きますか。次はてかあそこまでやっていいかな。火を灯すとこまでやっていいかな。火を灯すとこまで。王のソウル集めは結構案外楽だったね。捧げよう。よし、じゃあここ行く前に、どうもこんにちは。今回からは DLC エリアに突入ということでよろしくお願いします。で、今割れたペンダント取りにね、書庫に来たんですが、ちょっとまあついでなんでね、アベリンを取ってみようかなと思います。よし、じゃあ行くぞ。このハンドル回してこっち側に落ちるんだよな、歩いて。へい、なるほどね。よし、さっきなんかちょっと遅かったよな。もっとスムーズに、そして走りながら行こう。走りながらじゃなくて歩きながら行こう。行くぜ、ドン。いや、やったぜ、アベリンゲット。早速試し打ちしてみるか、こいつ相手に。これか。まあ無強化だからな。でも雷のボルト買ってきたから、いけ。
全然聞いてないけど。クソ早いな。まるでマシンガンだ。待てよ。とりあえずこれ倒そう。よいしょ。オッケー。割れたペンダント。これで準備は揃ったな。アベリンはね、ちょっとアルトリウス戦で使いたいなと思ってやってきたんで。まあ、攻撃力はね、結構どうでもいいから、そのまんま無強化でいきますわ。じゃあ DLC エリア行こう。浄化不死局。お、あるね。入り口が発生してるね。よし行こう。あれこれなんだ。ああなるほどね。これか。さあ行こう。悲鳴だけが響いたな。悲鳴だけが。さあまずは聖獣戦か。一応自分なりの戦い方があって、で、経路でやりたいんだよね、経路で、それは。だから、ハベルだな、ハベル。アベリンはいいや。盾は使わないから、総門盾にしよう。で、DLC エリアの敵は、どっちかっていうと、あれだよね、属性よりは、普通の物理の方が通るから。決勝ハルバルやっていこう。これでどんなもんだ ?35.8。126だから、31.5 か。どうだこれでどうだこれでいけるな。よしよしよし。じゃあこれでいこう。いくぜ。次行こう。両手持ちで。うわぁ、すまね。うわぁなんだなんだ。いやぁ、ちょっと待って。一回打ち返してくれ。ちょっと一旦打ち返してくれ。頼む聖獣頼む。なんなんだよ、あいつは。なんなんだよ、あいつは。いや、ちょっと落ち着こう。もう一回ちょっと、普通の通常速度の戦い方を試してみて、それで全く歯が立たないようだったら考えよう。よし。行くぞ!うわぁ、なんだこれ。うわぁ、ちょっと、うい、うい、うい、1、2。待てよ、俺がやばいな。1、2。うわぁ、訳がわからん。うわぁ!冷静になれよ。1。なんなんだよ、もう。ああ。ああ、ここだ。よし、飲めよ。うわ、ここだ。うい、後ろに後退しながら隙
隙を伺ってけ。今だ。ああ、あと一発、あと二発ぐらいか、いけるな。ふう、この横飛びなんだよ、消えたじゃねえかよ。強えな、こいつ。いや、でも火力はあるから、なんとかいけると思うな。よし。もう一回行こう。お前、わざと食らって。あの風圧食らった時、あれなんだよな。突進してくる前にいないと。よし、へい。ふい。あー、ダメだな。オッケー、よし、あと2発、あと1発。うぅー、来い、オッケー。すげえこいつ。尻尾切ろうとちょっと思ってたんだけど、戦う前全くその余裕なかった。すげえな。よーし、じゃあ、タコ。てか、成獣でこんな苦戦するか。まずいな、これは。前途多難だな。結晶ハルバの、修正値はどんな感じだ？あ、まだ全然減ってないね。オッケーオッケー。いけるわ。やっぱ強いね、この結晶アルバ。あ、ちょっと待てよ。なんかいたよな、ここ。どこだっけな。いた。Well, look at this one. エリザベスだっけ。From what far away age hast thou come, but not in Torpa.、うん、Princess Dusk, I thank thee deeply. まあいいや、何でもいいわ。なんだっけこれ。Yes. え？ I understand. We care dearly for Princess. I am ashamed to have been so imposing. なんかおっしゃった。But should thine heart this sanctuary and the sorceries of Ulysseal? Why? やったわ。なんか変なキノコ倒したわ。よーし、行くぞー。まずはあいつらを倒すか。てかちょっと待って、結晶ハルバー温存していきたいみたいなところあるんだよね。雑魚戦はハルバードでやっていくか。来い。ちょっと待って、おお、囲まれたら R2 だ。で、盾はポーのカイトシールドに戻そう。さあ、慎重に行くぞ。まずは、こっちだな。崖沿いに進んでいこう。あの、石のやつになんか勝てる気しないからな。なるべく気づかれないように。まずはあいつか。やべ、仲間がいる。ほい。いいね。全然いけるな。普通のハルバルプラス10で、雑魚戦は。で、こっちに行って、あいつが逃げる。なんかここ罠みたいな感じなんだよな。湧いてくる気がした、敵が。来た！一旦逃げよう。やべ、ゾロゾロ来た。
くそー、ここまで OK。 ほんであいつが逃げて、で敵が来る、来ないな、もうちょっと踏み込むと来るか、来た、おお、何匹いるんだ、よ、落ちないようにだけ気をつけよう、ふっふっ、よし、で、ちょっと待って、あの巨人倒さないと いけないな、その前にあいつら今日引き出そう、やべえ、巨人も来ちゃったじゃねえか。あ、まあ、オッケー。うわっ、38しか効いてない。回避していく。いて。うん。まずいな。うわ、危ねえ。よし。あと一発、倒せ。こいつを戦わせたらエストビンがいくらあっても足りんな。守護者の速攻。敵はいないね。よし。おお。とんでもない速さだ。何？うわー。こんなところいたっけ、こいつ。戦いたくない、マジで。逃げよ。やばいやばいやばい。高枝切りバサミのやつが来た。うわぁ、死にたくない。帰ってった、あいつ。マジか。まずはちょっと、アルトリウスの、あのショートカットを開通させたいんだよね。どこだ？あ、なんか足音がする。幻聴かもしれない、俺が聞こえてるのは。あれ欲しいな、なんかあのクワみたいなやつ。お、仕事してんな。お疲れ。この武器も使ってみたいな。シザーハンズ。これはなんだ？金の方がクソいらねえ。遺跡はあそこか。まずあの巨人と一対一で戦おう。こいつ。終わった。絶望しかない。あー、助けてくれ。おっしゃおっしゃおっしゃ、巨人2体。あ、今のうち。危ねえ危ねえ、ぶつけよう。よし、ちょっと待てよ、回復優先、倒せ。よしよしよし、これでこっちのもんよ。ふっ、はっ、ふっ、ふっ、ふっ、ストビンが2個、うわぁ！またかよ。
し、一旦ここで後ろ向こう。君、見えてない俺のことが。いや俺ソウル捨てようと思ってたからさ、もともと使い道がないと思ってたから、もともとね捨てようと思ってた。あ、手間が省けてよかったぐらいに思ってるみたいなとこあるからね今。まずはこいつを倒す。よし、あんたが大将。もうスルーしてもいいが、意地でこいつは倒す。あ、しゃあ、戦ってられんわあいつらとは。来たなあここまで。ベスト瓶13個いいじゃん。いい残り具合じゃないか。素晴らしきチェスター。Let me guess. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the past. この人も未来から来たんだ。Yes, of course. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange land. But at least now there are two. そうしよう。こいつはなんか四日そうか。いいの売ってんね。投げナイフは別にいいや。カムコッペ、ちょっと片方3つ。四日そう2つ、いいね。ボルトはいっぱい買ったから、OK ですか。サンキュラ。Did you happen across Knight Artorias?A legendary abyss. Well, if you have, he's a. はい。So long. まあよし。ここのとりあえず起動して、これで OK だな。じゃあ行こう、アルトリウス。アルトリウスは普通にキューロリでやって行こうと思ってるから、まあ、このまんまでいいよな。青涙で。で、アベリンを装備しよう。左手でいいや。どんな感じだ左手だと。ああ、いいね、十分十分。アルトリウスさんはどうだ。炎の属性あんま通んないんだっけ。ちょっととりあえず結晶ハルバで一回殴って、ラゴネアで一回殴ってダメージ確かめてみよう。さあ行くぞー。エソビン13個、まあいけるかもしれないな。ゴー。いきなり来た。待てよ、牙号の槍で81とかそんぐらいか。いって、とりあえず一旦生きて帰れ。もうちょっと、なんだあいつ。牙号の槍で80ぐらい。結晶ハルバどんぐらいだ。ふぅ !100! よし、結晶ハルバだな。落ち着いてこう。ふぅ、ふぅ、なんだこれ。ふぅ、待って、あ、ちょっとあのダッシュ好きが普通に反応できない。すげえ。すげえ。ちょっと待って、ここが本当は攻撃ポイントなのに。飲め。ちょっとカメラぐるぐる、すいません。もうやらんと話にならん。あっ、ふぅ、
なんだ、重くなってきたな。うわあ！やべえこいつ。すげえな。画像のよりはもういいや。右手にアビリン装備しよう。どうしようかな。ちょっと緑化草飲んでいくか。スタミナが全然足りないって感じだね。ちょっとアルトリウス戦戦ってみた感じ、遅くなりがちなんで、処理落ちで。少し設定上げました。倍速のね、3.5 にしたんで。それでも多分処理落ちでちょっと遅くなるんだけど。よし。緑化草飲んで、どこで攻撃するべきなのかな。戦いながら掴んでいこう。ふい！ふい！ああ、このダッシュ切りに反応できないときついね。ふっ！この、水みたいなやつは食らってもいいや。うわぁ、ちょっと待って。うわぁ！まずいよ、ちょっとこれは。結晶ハルバルが壊れるまでには倒したい。とりあえず。ちょっとスタミナ管理に気をつけていこう。で、長期戦どんとこいで慎重に戦っていこう。ふぅ、オッケー、よし、いいぞ。ちょっとこのダッシュ切りに、ダッシュ好きに反応したいな。このジャンプ切り誘発するっていうのもありだな。え、それはきつい。待てよ。ふぅ、ちょ、飲もう。ふぅ、くっそ。てか、この、もう、飲め。ああ、まだ6分の1ぐらいじゃねえか。よし、いけるぞ、いけるぞ。うわっ、てか強すぎこれ。やべえ、あの回転切りが避けらんねえ、全然。やべ、ちょっと音数も依頼かもしんない、この強さ。この感じ。久しぶりに来たな。よし。ただもう、とりあえずエストビンの数は、あるんだから、ちゃんとこれを使い切るまで死なずに、まずは戦い切るっていうのは一つの目標だよな。よし。
行こう。来い。これはなんとかいけるんだよな。このダッシュ突きと回転切りが普段は避けられるはずが避けられん。くそ。ちゃんと回復しよう。あぶれ。お、なんか今回いいかもしれない。来た。ちょっと待って、回復ちゃんとしよう。わあ、終わった。ああ、もう絶対間に合わない。ああ、ゴミ、クソ、ゴミ、マジで。何のための対策だったんだよ、俺。ヘッドショットのためにアベニーを調達してきたのに全く反応できなかったな。やめて、もう。やばい。やっぱあのね、深淵まといは阻止しないといけないと。うん。私は今までこうアベリに持ち替えて、まあヘッドショットを狙うというねことをやってましたけど、やはりそれでは間に合わないということで、むしろここはこの投げナイフ、こっちの方が素早くできるんじゃないかなということで。いいぞ。悪くないぞ。おっと、来た。いけるぞ、投げない不思議。もう、ああ、終わった、終わった。いや、でもいけたな、今。投げナイフで解除できた。この、何このアベリンとかゴミ。いらねえわ。これでいこう。エストビン緑化装投げナイフ。この3つのアイテムをちゃんと駆使できれば倒せる。そんな気がした。ちょっと行こう。チェスターさんとこれ、いっぱい買おう。ソウル使って。よーし。で、投げナイフは、これ安いな。立ち行き本買おう。で、あと全部緑化そう。よし。いいじゃないか。勝つぞ。勝つぞ。ゴー。お、なんかいいぞ。超いい感じ。頼む。調子がいいんだ。助けてくれ。よくそのもう。そろそろやってくると思ってたんだ。
ってる今回。飲もう。油断したら一発で持ってかれる、うん、よし、ラッキー。よし、4日層がやっぱ飲んどくの大事だな。なんかだんだん掴んできたな、あのジャンプ切りの食らわない。来た、おらー、もう一回。やばい、インチキされた、インチキだろ。ずるいぞ、ずるいぞお前。うわ、やられたわ完全に。くそー、ああ嘘でしょ、もう冗談きついでしょそれは。一回強化しよう。ちょっともう寂しの塊ないよ、倒そう。あああああ、もうできるかもしれないぞ今回。ここまで順調すぎる。おりゃ、クソがよ、クソがよ、ちょっと一旦落ち着かしてよ、もうゴミがよ。ゴミトリウスがよ、なんかおかしくねえか今回も。ああ、もう、ああ、もう強いか、勝てない、勝てねえよもう。もうそろそろ決めないとやばいな。しこ、一発一発入れてこ。悪くないぞ。今回悪くない、支援まで、まだだな。4日層飲んどくか、そろそろ来るかもしれない。心の準備はできてる、できてるんだよ。やめろ、ボケがよ。いけるぞ今回。つけ、行かせ今回を。ちょっと待って、
クライストリー。なになに、いつの間にか、もう判断ができん。アホだよ。死因状態になってないこれ。関係ねえ。よし、来いやー。頼む、生きろ生きろ。助けてくれ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 助けて。罰も食らなきゃいいんだろうがよ、こっからよ。意味もう。やめます。やめましょうか。よし、俺、あれ消えた。よし、8個 OK。 これで十分だな。ちょっと決勝ハルバーまた壊れたんで強化します。あとちょっと盾もね、強化しようかなと。あんま変わんないかもしれないですけど、13にして14にして、どうしようかな。現場使っちゃおうかなと思ってるんですけど、もう一個はさ、カラミットのところでさ拾えるからさ、他に使うあてないんで、ちょっともう塔のカイトシールドは心中しようと思ってるんで、こいつと最後までこれ使っちゃいますわ。よし、これでいけるだろう、さすがに。よし、行こう。あれ買おう。17個 OK。 よし、決勝ハルバプラス4、カイトシールドプラス15、いけるでしょ。あ、並びが違う。投げナイフを先。よし、ゴー。126。まあまあまあ、ふっ、よし、うわ、いいね、お、いいね、おら、心に余裕が生まれてきてる。ちょっと頭がおかしく、やばい、頭がおかしくなる。やめろ、やめろ。
やめろ、ちょっと一旦体勢整えよう。深淵まとい状態の回転切りがおかしいぐらい鬼畜。そろそろ、そろそろじゃないか。よし、こっちのターンだ。ほら、しゃあ、だんだん反応できるようになってきたが、え、どこどこ、よかそうも、しまった。無理すんな、無理やすんな。あ、なんかいけそうだな今回。いけ、しゃあ、運も俺に味方してきている。ふん、いけ、おら、この回転切りの、回転切りの事故さえ、いって、き、ちょっと待てよ。いける、絶対いける。あとにやつか、いけ、決めろ。しゃあ、わあ、強かった。強かったぜ。結晶ハルバと怪盗チールドプラス15、これでやっとなんとか倒したか。よし、じゃあ次はカラミッドだな。Is that the soul of the man who fell on the spot? He was a deer. Would you be willing? どうぞ。使い道ないから。はい。Thank you. You are please take this. で、残光をもらえるんだよな。May the Lord guide you. よし。ちょっと振ってみるか。残光は技量25なんだよな。ちょっと攻略例は今回使えないけど。とりあえず振るだけ振ってみるか。いいね。実際のやつはこんぐらいっぽいよな、なんか。うお、なんか格ゲーみたいだな。かっけ。まあいいや。結晶ハルバももったいないから、やっぱ炎が豪の槍で攻略はやっていこう。よし、それじゃあまずはカラミッドを倒しに行きましょうか。ちょっといろいろやんないといけないことあるんだよな、カラミッドを倒すまでは。フラグ立てないといけないし、鍵も取りに行かないとな。まずはあれだ、フラグを立てに行きますか。で、そうだ、このソウル、チェスターさんのところで緑化層買っちゃいますか。結構重要アイテムだってことが分かったからだ。全部買っちゃおう。おい、サンキュー。レベルはちょっともうこれで
60でいきますか、最後まで。OK。ここはダッシュ。わあ、オッケーオッケー。ちょっと原盤回収しよう、原盤。ほら、あ、回収せよ、回収しろ。危ねえ、よかった。オッケーオッケー。あれ、絡みとどこ行った？ああ、いたいた。オッケー。これでまずはフラグが立ったってことだよな。じゃあ鍵を取りに行くか。ここのかがり火変えちゃおう。そして、はい、オッケー。じゃあ行こう。道中は牙号の槍で。結晶ハルバー温存だな。ちょっと強えんだよな。お、2発で倒せるか。いけそうだね。よし、OK。 あれだな、闇魔法を打ってくるやつもいるから、紋章の盾にしよう。こっちの方がいいな。あ、そう。まあ、とりあえずこいつらは盾で受けて攻撃していくスタイルやってれば安全だろう。ここに一匹いる。まず相手を倒す。ふん、よし、オッケー。こんなところで死んでられんよな。で、ちょっと待てよ。ここチェスターも出てくるよな、確かここら辺で。ふっ。で、いや、やっぱ来た。ちょっと待って。広いところで戦わせろ。し、こいつ強えんだよな、普通に。おらー、あれ外した。あ、やばいやばいやばい。ボケがボケがボケが。あはははは。 R1 押してただけだけど、こんなまるで罠に引っかかってくると言わんばかりの。よっしゃー、人面いいね。使ったことねえな、ほとんど。慎重に行こう。落下しないようには。やべ、お、いいね、やっぱ紋章の盾が強え。さすがだ。あー怖い、危ねー。よく受け切った。ここか。ふっ。ここの階段降りたところが一番怖いんだよな。ふっ。待てよ。超チキンプレイかもしれないから、ちょっとここは。これでおびき寄せるわ。せい。せい。よし、よし。ああ、あのがむしゃらな攻撃が怖い。いくぞ。ふっ、外した。待てよ。ふっ、当たんね。やばい、センスのなさを露呈してる。おら、よっしゃー。
これでどうだ。これであらかたで、こいつだよな。上から行きたい。上からドーン。あと残りは、残りあいつだけか。うっ、やばい。何、攻撃を受けてる。あー、ちょっと待って、手が出せねえ。あー、なんかとりあえずほっとこう。あいつほっといて、紋章の鍵のあるところに行こう。どっから攻撃を受けてるのかよくわかんないんだよ。こいつ倒して、紋章の鍵はここだろ。ふいふん、これで1、2、3、アルツ。オッケー、いいね。これで紋章の鍵ゲットだ。なんか熱そうだな、この炎。やたら燃えてんな。危ない。まずせっかくだからエレベーター起動していこうか。エレベーターを。お、怖っ。あー、毒か。まあいいや、もう。あれ、これ今もう切った。ダクサイナ、エレベーター、エレベーター、こっちだ。ここだな。よし、鍵の回収は順調に終わった。じゃあゴーさんに会いに行きましょう。なんかゴーさんのところで買おうかな。ストール余ってるし、何が売ってるのか知らねえが。よいしょ。おお、相変わらず細かい作業してるな。よろしく、ゴーさん。何売ってるんだっけ。あー、こういうの売ってるんだ。まあちょっと何もいらないな、ぶっちゃけ。でも機関のコッペン買うわ。はい、あ、無駄遣いしよう。あー、うんこ買うわ。ゴーさん、カラミットのことを撃ち落としてくんないか。難儀してます。諦めるつもりはないです。よし、頼む。このムービーかっこいいよな、めっちゃ。BGM 全然盛り上がってないから軽かったけどな、すげえ。よし、ちょっとやってくるわ。カラミッドはね、どうかね。一応ちょっと自分の戦い方としては、思い切って懐に飛び込むか、もしくはまあ遠距離でブレスを吐いてくるのを待ってみたいな戦い方なんだけど、まあまずは懐に飛び込んでみるかな、一旦。カラミッドもあれだろ、決勝ハルバだろ。言ったら耐久度18、 OK、 残ってるね。あとね、ちょっと経路でやりたいんだよね、カラミッド突っ込んでいくから。待てよ、塔の回答シードにして、これで確かいけるんだよな。なんかパッチみたいな見た目になっちゃったけど、よし、とりあえず一発やってみよう。へい、緑化草も飲んで突っ込め。うん、あー、なんだこれ。え、
正面ブレスを前段食らったな。前段まさかそんなことがあると思わなかった。できたらあれも切りたいんだけどな、尻尾も。無理かな。相手ブランデビしよう。4日相当エストビンだけでいいだろ。ふい、もう一回、もう一回懐に突っ込め。うう、やめろ。待て、待て、何もできてないぞ。落ち着け。うう、よしよし、 こっからもう一回。よしよし、いいぞ。これだ。318、悪くねえな。お、いいね。あー、やべ、尻尾に届かねえな。突っ込んでいけ。あー、終わるかな。よし、えい。あ、いい、えい、えい。足踏みがやばいな。待てよ、懐が意外と。いける、いける。うわー、なんでもない。うわー、わからんな。待てよ、突っ込め。適当に。うわー、やばいやばいやばい、死ぬな死ぬな。突っ込め。よし、いいぞ。うん、オッケー。あー、ロックしない方がいいな、絶対。あー、なんだなんだなんだ。あー、これは勝てるな、おい。うん、いけるだろ。事故に気をつけよう、事故に。エストビンの数の残ってます。うん、ブレス開け。あー、それそれ。あー、当たってねえじゃねえか。俺、もう勝ちはすぐそこだ。うわ、やぶね。ふい、あぶね、あぶね。うわ、一発ラスト。あぶね、格好がつかねえな。おらオッケー。まあ、カラミットはこんなもんか。言ったらな。じゃあマヌスのとこ行きますか。よし、じゃあマヌスのとこ行きますか。まずは深淵のとこまで行かないとな。さあ、ここからだ。まずはこいつをドン。いいね、冷静。よし、冷静。よし、いいぞ。オッケー、冷静。で、なんかこの変なやつ。受け値の高い塔の回答シールを変える。うん、いった。ちょっと待って、うわー、全然効かねえ。回ってこう。
あーやばいな、話にならん、話にならん。え、あ、もう切れた。ゴリ寄せボレー。こうやってきたんだよ俺は、ずっと。お、くびった。よー、深淵来た。吐くぜ。ためらいもなく人間性を使ってく。プライドはないね。エストビンを、エストビンの数を増やすことだ。よし。お、ちょっと待てよ、重いか、ここ。あ、まずいなこれは、おい。まずいな。通常速度だな、おい。まあ、マヌスのステージだけ早かったら大丈夫でしょ。よし。危ない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 。やめてやめて。ああ、強い。ああ、強い。あ、殺される闇方に。ああ、やばい。盾を変えてる間に殺される。よし。ああ、やだ、終わった。あ、終わった。危ねえ。飲め、よし。もういいや、あのドロップ。どうせゴミでしょ。うい。まあ、しぶきとか言っていらないけどな。やばいな、この遅さ。非常にまずいね。どっかのタイミングで早くなってくれたら嬉しいんだが。いけ。お前のようなやつは存在していてはいけないんだ。ここからいなくなる。何か落とした。あ、それは人間性なのか。えい、結界の大盾。よし、マヌス行くか。心配だな、この速度が。ボス戦は処理落ちしないでくれるといいんだがな。とりあえず行ってみよう。ダッシュ。いて。で、ここはもう普通に特に取りたいものもないし行っちゃおう。オッケー。どうだ。うわ、来た。ちょっとゆっくり準備させろ。一応取っとくか。さあ、マヌスか。ちょっとマヌスも軽ロリで、てかもう回避主体でやっていきたいなと思うから、やっぱハベル装備にして軽ロリでやっていこう。でマヌスももちろん結晶ハルバだな。盾はどうしようかな。紋章の盾にしといた方がいいか。うん、そうだな。これでヘイロリオッケー。よし、行こう。緑化草も飲んでいこう。ヘイ。ここは早いけどな。さあ来い。うん、やばい。早い。問題ない、問題なく早い。しぞ、これだ。ちょっと待って、落ち着いていこう。
いや、うわ、うっ、やばい、反応できない、うっ、いや、化粧アルバのあれはいいな、火力は、うわ、あれだな、壁沿いに行くとちょっと処理するか、そんな感じだな、なるべく中央で戦う。うわー、ダメ、うっ、よし、急いで、とりあえず、うわー、やばい、うわもうぺったんにタイミング合わせられない、っ、あーやばい、もうエストが全然ない、っ、このウルコンやってきてほしいな、あぶね、うわー、いや、しかしいいね、あれは、速度は遅くなってないね、いいぞ、それでいいんだ、3倍のマヌスを倒そう、あっ、どこで攻撃すりゃいいんだよ、もう、着くよ、やっぱ近寄ったらあっさり決められるな、あのコンボ、近寄っちゃダメだ、なんとか適度な距離を保って戦うしかないな、よし行こう、とりあえずはあの魔術を使ってくるまで HP を減らそう、話にならじゃないと、いいぞ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 、悪くない、今のところ悪くない、てぇ、これがきつい、あのジャンプ攻撃はむしろガードした後に一発つけるな、これでいいかもしれない、来た、いいぞ、この後もつける、お、非常にいいペース、そのとこ、キリ、アルトリウスほどのラッシュ力は感じない、お、半分ぐらい見て、うわー、怖え、ちょっと待って、気をつけろ、うわー、雨だ、ちょっと待って、守りに入ったら負ける、うわー、ちょっと待って、守りに入ったら負ける、しかし近寄れない、ちょっと、あっ、あー、うわっ、うわー、ちょっと見切れない闇魔法が、あー危ねえ、うー、いや、しかしエストの残り方は悪くない、前、よし、闇魔法が怖え、すげえ、あぶね、 HP は満タンにしとこう、うわー、雨だ、攻撃できるときに、うわー、奴の体力そんな残ってないぞ、うっ、うっ、まあちょっと死ぬ
やべえな。うわあ、危ねえ。マジかよ、いい感じなのに。ちょっと待て。ふっ、危ねえ。うだか、この時が。よし、ラス1だ、ラス1。もう決めるしかねえぞ、ここで。あ、また間違えた。もう何これ。闇をもうやめて。おっしゃー、切った。頼む、生きろー。しゃっ、よし、向こうに気をつけろ。うまい。頼んでギリ間に合う。オッケー、よし、行くぞ。ふっ、闇技を使ってこない。使うまでは積極的に攻撃してけ。これはもうしょうがない。行くなんだ。ふっ、アッパーいいぞ。アッパーやってきてくれ。それはやってこないでくれ。それはもうどうでもいい。ちょっと逃げろ。あー、危ねえ。しよかった。つけ、一旦戦いましょう。よく頼んで、いいよ。ふっ、そろそろ。よくやった。よし、エストの残り具合がいい。ああ、もう間に合わねえよ。あ、これは間に合う。しぞ、回復してけ。しぶきに気をつけろ。これも間に合うだろ。いける、絶対いける。危ねえ。いける。回復だけはしっかりしよう。うわあ、ぶっ倒せ。倒せ。ちょっと待って、頼むー、マルスちゃん、もう、どう、おい！おーい！
おい、待て、落ち着こう。終わってない。戦い終わってないぞ。待て。落ち着けよ。待てよ。頭を覚ますんだ。よし、わかった。倒せる。いや、倒す。行こう。よし、来い。攻撃のチャンスは。あ、おっ。攻撃のチャンスはこのジャンプ攻撃の後とアッパーの後が一番おいしい。ええわ。よしいいぞ。これ持ってやってこい。緑化層飲んどくか。危ねえからな。いいぞ。そろそろ来るか。あれが半分。うわあ、もうこうだ。これができればいいんだかな。いや、慣れてきた。掴んだ今あの円の対象に。うわ、甘っ甘っ。あ、緑化層飲まないとしてる。あ、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 また。おし、一旦落ち着こう。まだエストビア、10個残ってる。あ、守りに入ったら負ける。分かってるんだ。ふぅ、しぶき怖え。いける。ウルコに気をつけろ。後ろ、オッケー。いける。どこだどこだ。やばい。頭がおかしく。あっ、よし、攻撃しよう。あと4発。1、2、あと2発。来い、倒せる。来た。おっしゃ。ああ。よかった本当に。ああ、ウラシールさんか。スースー、のんきなもんだぜ。しかしよし、それじゃあ最後軍員行きますか。
どうもこんにちは。今回でこの動画も最終回ということで、最後のボスのグウィンに戦いを挑んでいきたいなと思います。最後までよろしくお願いします。じゃあ行きましょう。さあグウィンはどんな感じかな。最初の日の炉ちょっと黒騎士たち、まあ、せっかくなんでね、最後だからスルーしないでちょっと倒していきましょうか。剣はまあ大丈夫だと思うんだけどな、剣以外が怖いんだよな。ふっ、あーきついな。ふっ、やべ、いきなり死ぬな。ふっふっ、オッケー、よし、オッケー。黒騎士剣か、遅いなちょっと遅いなぁ、手に入るのが。体験はどうしよう。ふっ、あー、今、パリできたな。ふっ、ダメだね。普通に切るわ。あ、死ぬ、死ぬ、死ぬな。最後までご利用しってな。道細いなぁ、ちょっとここ戦いにくいね。ここで戦おう。ふっふっ、よし、ふいっ、よしよしよし。ちょっと斧と斧槍のやつはパリが取れなそうだから、パリ取らずに普通に戦っていこう。あれ？あ、いたいた。落ちろ。落ちろ。ふいふい。あぶね。いって。やばい。あぶね。こんなところで。うおー！あ。普通に強いな、これ。よーし、来たぞ、ここまで。へへ、エストビン9個使っちゃってんじゃねえか。ふっ、オッケー。よし、この槍、いいな。さあ、最後の相手だ。決勝ハルバル行こう。この武器にはお世話になったな。そして、塔のカイトシールド。これ、グウィン相手には結構いい盾だからね。炎カット率が高くて。70ね。上級騎士装備。ちょっとまあ、グウィンは、おそらくパリー取らずに戦ったら、もうぶっ殺されるだけだからね。パリーを入れて、行こうかなと、なんとか。よし。行くぞ。まず、初段パリー取りたい。おい！ふっ！ああ！ちょっと考えが甘かったな考えが甘すぎたな、俺の。よし、ちょっとスルーしていくぞ。あー、もう出たやべ、突っ込め、初段パリ、うおー、いいぞ。うわっ、無理、どこ、飲め、あ、終わった。ふっ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 、落ち着いていかないとダメだな。で、今737だったか。やっぱスズメバチつけていこう。
多分スズメバチつけて針5回ぐらい取れば勝てそうだな。よし行こう。積極的な気持ちを忘れない。痛い、やめて。まず初段パリ、よし、いいぞ。ふっ、終わった、あ、終わった。飲め。ふっ、あ、まあ、助けて。初段パリ飲め、よし、いいぞ。きついな。普通に強いな、グインが。最初は何の攻撃やってくる？出し切りだ。見える。遅いなあ。おい、見えるなあ、グイン、お前の攻撃が。来い、つかみ攻撃。せい、シーザー、そんな呪い攻撃当たらんな。はあ、片手初段パリ見てから余裕です。おっせえ。逆にストレス溜まるだろうね。だらねえ。こんなことやってもしょうがねえだろ。死ぬぞ。やべ、外した。うわ、これはきつい、これはきつい。立て直そう、ここから。あっ、きついきついきつい。ふい、はぁ、はぁ、鬼か。鬼じゃねえか。よし、ふっ、よし、来い、来た、ゲイ、さあ来い。ふっ、いや、いけるぞこれ。ふっ、あと一発だ。もらった。あれ、ちょっと待って。立て直せ。あー、勝ったー。いや、お疲れ様でした。よし、じゃあエンディングといこうか。火を継ごう、火をね。うわぁ、もうエンディングいっちゃうのか。まあ行こう行こう。はぁ、感慨深いぜ。
エンディングと。なんかカクカクじゃねえか、すげえ。どうした？まあいいや。いやー、無事、エンディングとなりました。まあ2ヶ月間ぐらいですかね。お付き合いいただき、皆さんありがとうございました。まあ、今回のシリーズ、いろいろありましたけど。まあ、音相撲に勝てなくて、旅に出たりね。アルトリウスに勝てなくて、怒っちゃったんだね、あの時。実況動画で怒るっていうね。あとはまあ、マヌス戦はだいぶセーブできたかなとは思うんですが。まあ、いろいろありましたけど、今となっては、ああ、よかったなと。無事を得られてよかったなと、ほっとしております。まあちょっと、個人的にはね、反省点もいくつかあったなと思いますんで、それは次の動画に活かしていければなと思うんですが。まあ次があるのかっていう話ですけどね、このシャア専用のシリーズの次があるのかなっていうね、ところであるんですが。まあダークソウル2はパソコン版も発売されるみたいですが、この倍速ができるとは限りませんからね、それは。ただまあ、できるんだったら、また、やり込んだ後でね、もう一回チャレンジしていきたいなと思ってますが。まあその時はね、今回の反省点、道中の攻略忘れすぎとか、ちょっと処理落ちとかね、そこら辺を改善して、またやっていきたいなと思います。それからですね、ちょっとこれからの、動画のことも少し今話させてもらおうかなと思うんですが、まあダークソウルの動画で言うとですね、ちょっと自分はやり残してることがありまして、まあボス攻略動画のことなんですが、まあ知らない人も多いかなと思うんですが、自分、もともとダークソウルのね、ボス攻略動画というものを上げてまして、それが今、DLC のボスのところで、止まってしまっている状態なんですね。これはもう何としてもね、終わらせないといけないなと思ってます。まあ、自分にとってはね、一番初めにやった実況動画のシリーズなんで、けじめをつけるためにも必ず終わらせたいと思ってます。まあ他の実況動画をやりながらですけどね、なんとか年内にはボス攻略動画、終わらせたいなと思います。こんなとこですかね。いやー、長かったようで短かったな、2ヶ月間。じゃあおしまいですね。皆さん改めて、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。また機会があったらどこかでお会いしましょう。ご視聴お疲れ様でした。